天使のモーニングコール。この時間はオンザソファー。幸福の科学の芸能活動を担うタレントの方にレポートをいろいろしていただいています。今日はハッピーサイエンス渋谷ブックカフェについてイラコミライさんにレポートいただきます。ではイラコさん、お願いします。リスナーの皆さん、白倉さん、おはようございます。イラコミライです。僕は今東京渋谷にあるハッピーサイエンス渋谷ブックカフェに向かっています。渋谷駅から歩いて10分ほど、山手線の線路沿いの落ち着いた雰囲気の場所にあります。こんにちは。おはようございます。天使のモーニングコールというラジオ番組の取材をさせていただきたいのですが。ぜひゆっくり見ててください。ありがとうございます。すごい、やっぱブックカフェというだけあって本がいっぱいありますね。メイクの本だったり、バレリーナの方の本もありますね。経営書や絵本なども置いてありますね。発見しました、フリー Wi-Fi。 いいですねこれ、ありがたい。あ、ファッションセンスの磨き方、はあ、これもちょっと気になる本ですね。それでは店長の清水マリアさんにいろいろ聞いていきたいなと思っています。ここにある本っていうのは読むことはできるんですかね？はい、読むこともできますし購入することもできます。大川隆法総裁の書籍をはじめ、人生を豊かにする領書を揃えています。そうなんですね、ありがとうございます。はい、じゃあ次にメニューの方を聞いていきたいと思います。いろいろあるんですね。この中でおすすめってあるんですかね？はい、ブレンドコーヒーはハンドドリップで一杯一杯丁寧に心を込めてお入れします。カフェラテはラテアートなどをしてお出ししているので、よくお客様に喜んでいただいております。そうなんですね、ラテアート気になりますね。じゃあちょっと早速注文していこうかなと思います。じゃあせっかくなんで、そのラテアートを見たいのでカフェラテを一つと、あとご飯もいただきたいですね。あ、うまみハヤシライス、これいただきます。店長よろしくお願いします。かしこまりました。どんなのが来るんでしょうか、楽しみですね。お待たせしました。うわー、すごい、あ、ラテアートこれですね。これパンダの絵ですよね。かわいいですね。あとハヤシライスもサラダとスープがついていて、彩りもとてもいいです。ありがとうございます。ハヤシライスは野菜の水分だけで煮込んだハヤシライスになっております。野菜の旨味たっぷり、甘みもたっぷりのハヤシライスです。うわ、美味しそうですね。じゃあ早速ちょっと食べてみましょう。キノコの風味と野菜の旨味がしっかり濃縮されてめちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。今日は取材させていただきありがとうございました。では最後に店長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。はい、ハッピーサイエンス渋谷ブックカフェでは、一杯のコーヒーやドリンクから癒されていただき、素敵な本と出会っていただけたらなと思っております。また根底にあるのは神様の光を届けていきたいという思いで日々営業させていただいております。天使のモーニングコールを聞きましたと言ってくださった方には、当店のミニスイーツをプレゼントいたします。またインスタグラムなどでもイベントなどの告知などをさせていただいておりますので、ぜひ見てみてください。お待ちしております。気になる本がありすぎて、ちょっと僕もたくさんここ活用して本読んでみたいなと思いました。素敵な店長さんもいて、素敵な本もあって、素晴らしいカフェなので、ぜひ皆さんハッピーサイエンス渋谷ブックカフェにお越しください。以上、イラコミライがお送りしました。楽しいレポートでした。この渋谷のブックカフェ、私も渋谷で仕事があると必ずと言っていいほど寄らせていただくお気に入りのカフェの一つです。ぜひ天使のモーニングコール YouTube チャンネルに、写真などもその時の様子アップされると思いますので、チェックしてみてください。